恋の人の名前は美咲ちゃんです。覚えてますか？知らんけど、そんなに必要ない情報だった。今日朝起きたら思い出して、おなんか、あ、美咲ちゃん顔も忘れたけど。いくつの時です？小学1年生。覚えてないでしょ。20年以上前か、25年前ぐらいですか。26年前、小学1年生。絶対覚えてないです。25年前。鈴木雅隼人です。カレーをカレー野郎ルー大西お墨付きの、そうです。あ、まだ飲みようか。ケチャップ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 、うわ、出た出たよこれ。まだわかんないやつ。ケチャップ、こちらカレー粉。カブトムシの違う。幼虫入ってないよ。あのこれあれだ、哲也さんの業務用なんたらカレーと同じやつかな。あ、多分一緒かな。高校でもカレー作ってる時使ってたと思うけど、そのハイグレード、そう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 、ホテルのカレーみたいな、はい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 、で、カレーの匂いがニンニクカレーですね。そうですね、やっぱスパイスがいっぱい入ってる感じのやつなんで、カレーって僕の中のイメージですけど、でもグリーンカレーとレッドカレーは苦手です。今は本当便利、何でも本当に何でも売ってる、何でも売ってる。なんか一人暮らし応援されてる気がする。楽に人生を生きることを推奨されてますよね。そう。いや、そもそもね、僕はね、サラダもあんなにさ、で、それ売る必要ないんじゃないかと思ってるんだよ。確かに。売れないよって逆に。うんうん、野菜が。ばっかり買っちゃうもんね。うん。一人用とかね。キノコは洗わないって最近知ったんですよ。マジですか？最近っていうかもう。今年、去年ぐらいの話なんですけど、あのエリンギとかも洗わないです。洗いたいじゃないですか。ああ、キノコなんて特にさ、なんか菌類だしさ、菌くっついてるわけだし、まあ、菌っていうか、こいつが菌だし、そうそうそう。なんかとりあえずちょっと周りなんかあるかなと思って。ダメなんですよね。え、知らなかった。知らないですよ。知らないっすよ。知るわけないじゃない。全部洗えばいいと思ってたよ。いや、まあ洗って損はないけど、でもなんかさ、旨味だの栄養だのが流れやすいとか言うじゃない。まあできたらそのまま扱えるね。え、うん、じゃあもやしもそのようにしといてくれる。もやしはもやしこそそのままいけそうな、なんかみずみずしさかもし出してるくせに。あの売ってるやつだったら袋に書いてある、たまにね、あの洗うやつか洗わないやつか、洗ってくださいとか。普通に痛まってるじゃないですね。そうそう、痛まさってる。痛まってる。痛まってる。痛まってる。え、痛まさってる。え、痛まってるです、ね。痛まさってるは北海道弁です。痛まってるって北海道弁じゃないの？痛まってるは何語でもいいです。痛。不正解の日本語です。痛まってる状態です。どうもどうも。どうもっと入れるだけ。そうです。火、火そのまま。私がこっちの、あ、ちょっと自分ちょっと詰めなかったっす今。詰めなくても開ける。開かない、開かない。全然マジで開かない。え？痛い。ああ。押さえ。あす。飲ます。ちょっと早田さんが3個やるうちに俺1個しか開けれないかもしれないもん。ああ危ない。ああ。はい。あ、モンキーショーだ、これ。あ、これくっす。本当にお酒嫌いです。くっせっていう顔そうか。なるほど、これ絡めてね。そうです、ナポリタンみたいな。これでナポリタン作ったことはないけど、ないかい。これちょっと、うん、ほら濃い。いや、まあ濃いよ。そりゃ濃い。だってこれをパスタにあれしたりだから。あー濃い。あ、でも
うん、美味しい。そう、これを絶対領域のウルトラマン。ちょっとやめてもらってこれあのプチラキンどっかに潜んでるんで、プチラキンどっかに潜んでるんで、あの探してくれ。だいぶ気持ち悪いね。ちょっとあのプロの方に見せてもらおうかなと。あ、さっきの下げちゃった。味見し続けてもさっきのって、あ、分かった、何本目か分かんないですか、何食目の味見か分からないですよ。ポコポコチャンネルの動画は全て僕の 食レポ動画となりますね。そうですね。どんどん磨かれてる。もう、あの皆さんクックってくる味です。このクックってくる味で、あの皆さんお好みでカレーっぽいトマトソースを作るのもあり。なるほどね。これだってもうさ、ガーリックライスと一緒にかけてあったらもう食べれるもんね。もう全然。だからこれをどれぐらいカレー味にするかはお好みで。そうそう、お好みで。あ、おすすめこれでロコモコっぽいやつ作ってもかなり美味しい。あの卵ポンってのっけてご飯と。ちょっと肉、肉かトマト肉の味でどういう味。ああ、ただ肉食いたいだけ。肉が一番大事だから。あ、これ、まあ、特製チャーシューなんで、絶対うまいよ。はあ、かあ、これは。でもこれでご飯にかけるだけでいいし、さっき言ったドリアにもめっちゃ合うよ。とっても美味しい。ありがとうございます。パスタ作りたいとか思ったら、これ半分だけ、この量を作って半分だけ違うやつに移して冷凍しといてもいいです。このまんま使いやすいんで。へえ、なるほどな。でも先に、まあ僕の作り方はソースを作るみたいな、うん、なるほどね。元を作ってそれをカレー味にしたら絶対うまいやんのやつ。なるほどなるほど。うん、もうこのカレー粉を入れて混ぜていくだけですぐカレーの匂いになる。ちょっとわかんないですいつもわかんないあ、本当だってなるの大体1分後しないな、うん、まだしないな。してないな、うん、まだしない。正直にやっていきたいからえ、でもするコメントの上手さとか、うん、テクニックとかそういうことじゃなくて、うん、正直さだけあ、じゃあ段階で味見してもらいましょう。6杯入れましたの状態でどこまでカレーっぽいのかって。なるほど。この感じで作る人はこの感じかって想像しながら作ってもらったら。なるほど。どれぐらいカレー味があるか。そうそうそう、あの山盛り6杯入れましたでどのぐらいなのかって。多分見た目はただ真っ赤なカレー。そうですね。カレーっていうかトマトソースか、このままだと、うん、見てください。あと火を入れる前でももうカレーっぽいドロッと、うん、さっきの水分がなくなって、ね、火入れたらもうちょっとトロッとするやつ。そうっす。おう、はい、じゃあこの状態で一回、この状態でどんだけカレーなのかと。あ、カレーの匂いするわ。ほら、もう見た目はまだね、まだ全然トマトの無水カレーなので赤いカレーです。あー、ちょうど半分間にいるわ今。間にいるカレー、トマトソースと、うん、カレーの間ぐらい、うんうん、あーでもちょっとカレーかな、じゃあカレーかなーぐらい。うんうん、あー分かる。今6杯で、あのちょうど半分カレー半分トマトソースの味。そうだね。はい、まだこれカレーだよって言われないと、うん、あれこれカレー粉入ってるみたいな。確かに。ぐらいのカレー味、うん、でこのぐらいだともうちょっと欲しいなと思います。そうだね、もうちょっとあったもんね。ここからまたじゃあ4杯入れました。だから10杯。これはもうカレーだろ、うん、こんなさパパッとやったじゃないですか。はい、で切るのもね別にちょっとしかやってないでしょ。ちょっとしかやってないで、の30、40分、まあ1時間かかってないでしょ。かかってないですね実際に。これでねこの感じのなんか本格感があるよ。あ、じゃあお店カレー。そうそうそう、これすごいよ。だってカレー野郎がうんうんっていうぐらいのこれはねカレーできるって。もちろんねここからのお西カレーもいいけど、うん、これはねすごい、まあ、別角度でいいですね。ありがとうございます。あと肉がうまいしね。まあそれは作っておかないと。この状態でじゃあ、大さじ10になりました。この状態でどんな感じか。はい、僕のコメント力がすべて。そうそう、あ、もうでもだいぶ茶色いっすよ。あれさっきより茶色くねえか。さっきより茶色いね。レッドカレーみたいな感じ。匂いはでもまだそんなに変わんないですね。熱い、もったい感が強いからより熱いでも結構カレーになってる。これはカレーですね。カレーですか。トマトカレー。うん、じゃあこの分量でおすすめするのは、うん、大さじ山盛り10。これでもやっぱりあれですね、煮込んでもうちょっとって考えたらこれぐらいがちょうどいいんじゃないですかね。そうですね、うん、これから先もうちょいあの煮込むと、カレーさがもっと増すので。これ家で作れるか。これ家で作れますよ。すごいね。あの
私のカレー食べる、僕のカレー食べるでこれ出したら本格的やんみたいな。カレー屋さんで働いてたのこれすごいわ。でもこれ本当にあのこの後作って、うん、作り置きとしておいて冷凍を小分けにして保存しておけばもう全然いつでもこれのカレーが、ね、ご飯にかけてもよし、そうパスタに和えてもよし、そうですよ、さっきトマト半分にしといて、そう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 、トマトの時とカレーの時とやればいいのかな。結構この応用が効く、本当に便利。これはいいよ、ありがとうございます。すごい、あ、すごいよ、めっちゃすごい、めっちゃすごい、めっちゃすごい、いろんな味するそうそうそう、なんかね、すごい本当に今まで1年半コメントしてきた人のコメントこうがいいって言うと素直さで、ああ、なるほどなるほど、でもこれ家で出てきたらマジで嬉しいかも、彼女に作ってほしい。すごいっすね、でもこれ本当に家で出てくる感じじゃないんだよな、家カレーの味じゃない。哲也さんもよく、うんうん、さあカレー野郎で家カレーとか本格、うんうん、洋風カレーとか言うけど、うんうんうん、欧風カレーか、そう言うけど、これはね家カレーじゃないやつですね。家カレーじゃない、うん、でもだってカットトマトの缶とかあの安売りだと100円しないので、かなり経済的にこれが調味料全部揃えるって最初から揃えるっていうのはちょっと高いなって思うかもしれないけど、材料的には高いもの使ってない、使えるわ、そう、あのお肉も全然ベーコン入れたらまた違うちょっとあの感じが変わるカレーになったり、鶏肉入れて、そう、鶏肉入れてもいいし、それで鶏肉煮込んだら美味しそうですね、絶対美味しいね、あの大きい肉ね、大きい肉ねでさ、美味しい美味しい絶対しかも辛くないこれ、でも結構辛い、えいや、ね、でもその辛さが、うん、ペッパー辛さなんだよ、ああスパイス、スパイスっていうかその、うんうん、ブラックペッパーの辛みがグッとくるだけで、でもこれトマトだから実はタバスコで辛さ調整してもへーいけます。デスソースとかね、デスソース、デスソース、それもだ美味しくなくなっちゃうから言った方がいい、辛みを出すためにこのデスソースやめた方がいいですけど、しかもこれデスソースの中の辛いやつのサドンデスソース、うちは用意してます。何のために用意してるの、辛さバカのために、あのたまにバカみたいなのがいるっすよ、あのなんだっけ公開収録の時に、そう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 、チリビール紹介した時のアホやな、あの人とかめっちゃ辛くしてくださいっつってハッハッって言いながら食ってる辛い、辛いには辛いんだ、めっちゃ辛い、あ、でもそれがいいんだ、そう、多分お腹壊して、そうだよね、体に悪いよねやっぱピント側の一生合わない、一生合わないから、これこの、このカメラ一生ピント合わなくなってできてる、そういう風にできてる、邪魔だなあ、来た来た、美味しい、うん、もやま山のロッチのカレー入れる、全然わかんない、スキー場の、スキー場のカレー、美味しいやつってことでいいで、これを、うん、プチラッキーでは焼きカレーとかカレーつけ麺とかにして出してるんですけど、カレーつけ麺の場合は、コンソメスープで少し緩くする、だからコンソメスープ別にちょっとだけ作ってそれを入れてカレー あのつけ麺っぽいちょっとだけサラッとさせる、まあ、このまま食べてもいいけど、つけ麺としてはちょっともったりしすぎかなと、じゃこのまま食べてみます、立ったことないでしょ、ないかもしれない、あれでしょ、こ米にかけたってうまいんでしょ、うん、もちろんもちろん、このバケットの美味しさ、今食レポしよう、ちょ任したわ、これ分かんないよ、パンパン分かんないあのこの富屋さんで作ってもらってるバケットを、うん、この焼いてない、もう焼いてないっていうか温めてない状態で食べて、中が結構もっちりしてて、うん、すごい硬いじゃなくてもっちりしてるね、そう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 、うん、で、あの風味がちょっと何にもつけてないし、このまま食べてるだけなのにちょっとチーズっぽくないですか、梅みたいな感じ、梅それは全然いらんチーズね、ちょっとチーズっぽいような感じの味で、なんか昔のバケットの作り方のまま作ってるらしくて、なんかこんなバケット初めて食べたなって、普通のやつだとさこんなチーズっぽい香りっていうか
味わいとかないはずなんで、うん、大好評ですよね。うん、うちこれガーリックバケットにして出してるんで、うん、おつまみに美味しい美味しい、うん、ぜひ頼んでみてください。うまい。4切れデフォルトで。そういえば俺今日昼間帰ってたわ。お前本当に本当興味ないやつ。焼きチーズカレー。焼きチーズカレー。ああ、これただのあのカニブルソンみたいにポテトにかけて焼いてもめっちゃうまい。さらにブロッコリーとか入れればそれっぽい感じにもなる。じゃがいもだ。そうそうそう、好きな使い方だよね。でもカレーうどんとかには向いてないから。ああ、和風。あ、チーズしないでしょ。しない。したことない。うん、こっちだ。こっちがすごい溜まってるから。しない。しないのかい。まだ出る。しない。あれがこうなってどうなったか。チーズを、チーズとのハーモニー。ハーモニクス。ハーモニクスは。ピザじゃないけど。うまそう。あっくやな。ああバカ。熱くて噛めてない。すごいそれ。あんた、わかんない。あれだ、上顎の皮剥がれるやつ。うん。どうすか、落ち着いたところで。パンあってもなくても変わんねえよ、これ。ひどい。いや、僕もパンなくてもいい、これ。もうちょっと、いただきましょうかね。うまい。うまいっすか。米ついてな。パンわかんねえんだな。おいしいですね。おいしいですね、これ。これ家でマジで誰か作ってくれた人にはなんか特別賞。なんだそれ。ニンニクの芽もすごい柔らかくなるんですね。そうです。でニンニクの芽食べた時に、うん、そのニンニクの風味がかなりすると思うんですけど、そんなことないですよね。そんなことないって顔してるけど気にならないよ。ああ、ニンニク臭いとかそういうことではないですね、うん、ちょっとニンニクの芽を。うん、あ、こんな感じでもうふにゃふにゃに、こんな感じで、ほらふにゃふにゃ。うん、噛んでもね、シャキッとなってないもんね。うん、なんかちょっと全然柔らかい。あら、うん、美味しいな。うん、いや、やっぱしますよ。する。うん、ちょっと分かんないよ、これ。うん、まあまあまあ、おココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。